いや、翼を持つ者、まさかこんな場所で会うなんてね。レイン！ああ、みんな、やっと会えた。よかったよ。レインちゃんも無事でよかった。ああ、これで全員と合流できたな。レインさん、この人とこんな場所で何やってるんですか？どう見てもダンジョンの中でお茶してるようにしか見えねえな。実はこのダンジョンのボスに一人で挑んだんだけど、負けそうになっちゃって、このプリキライターさんに助けてもらったんです。こんな場所だが一息つくのも悪くないかと思ってね、お茶をご馳走していたんだ。まさかあなたが来ていたとはな。こちらも驚いたよ。神聖ネガビのメンバーに赤の王とその従者レパードじゃないか。レイン、あんたやっぱり秘宝を取りに来たの？うん、この異常事態できっとキリト君たちはダイブし続けるって思ったから、私にできることってなんだろうって考えて。レイン、頑張ったわね。あんたの決心があったからあのアイテムも手に入れることができたんだわ。手に入れ、そうなんだ。ありがとう、みんな。それはこっちのセリフだよ、レイン。レイン、頂上決戦をするつもりだったのに、あの潮らしさを前にしちゃバトル挑めねえじゃねえか。ニコもレインの可愛らしさを見習った方がいい。そうだね。んだと？ハルユキ、てめえ今同意したろ。え、あれ、思わず心の声が出ちゃった。もっとマシな弁解はねえのかてめえ。相変わらず騒がしいわね。あの、ブリキライターさん。なんだい、君はシアンパイルだね。どうしてこの姿で僕たちがネガネビュラスのメンバーだと分かったんですか？そうだね。それは私が君たちのテイムするビームさんと別の意味でハイエストレベルを知るものだからと答えておこうかな。それはどういう意味でしょう？ブリキライター、我々のこの姿は別に気にしないさ。私はただブレインバーストの探求を続けるうちにここにたどり着いただけ。現実世界の君たちの姿を詮索する気もないし、他に喋ることにも意味を感じない。そうか、そう言ってくれると助かる。あなたも共に来るか？いや、やめておこう。ただこの世界にはもう少しとどまるつもりだ。また会うこともあるかもしれないな。そうか、ではまたの機会にな。あのブリキさん、ありがとうございました。君も達者でな。ブーンを祈る。君たちが通ってきたワープゾーン、他にもいくつか出現したらしいね。詳しいことは専門家に聞くといい。私はここで変化を見ているだけだからね。この先も楽な道中ではなさそうだね。くれぐれも気をつけていくんだよ。よう、ワコード、ロマン追いかけてるかい？また新しいワープゾーンが出現してたぞ。
ざっと見て全部で6箇所だ。ワープの行き先？まだ全部は見てないが、一つは北のオアシスのある島につながる経路じゃないかと俺は踏んでる。あそこには障壁があって空から行けないからな。おっと、行くなら気をつけろよ。あそこには雷を扱う女アバターがいるんだ。だいぶ前だが、アバター同士の大激戦があってな。相手は水を扱うやつと、そうだな、ちょうどあんたたちと一緒にいるような青い兄ちゃんと緑のお嬢ちゃんだった。激闘の末、彼らはどこへ姿を消したのか。ロマンだ。ロマンを感じる。ねえねえ、今の人が言ってた雷の女アバターってさ、あの人のことかな。チュリー、心当たりがあるのか。うん、パープルソーンっていう七王の一人が雷を扱うんだよ。じいちゃん、キリトさんには敬語を使いなよ。僕たちは中学生だけど、キリトさんたちは高校生なんだから。春だってそうしてるだろ。別にいいじゃん、仮想世界なんだし。俺たちは別に気にしないが。僕もそういうのは気にしないかな。リアルのしがらみから解き放たれるのが VRMMO の良さの一つだよね。そうそう、勇気は話がわかる。そうは言うけどね、ちーちゃん、仮想世界とはいえ先輩後輩の関係性は重要だよ。じいちゃんは特に戦闘面はもっと強化した方がいいでしょ。せっかくこれだけ強い仲間が揃ってるわけだし、この機会に。もうたっくん、たっくんは確かに私の親だけど、だからって口うるさく言い過ぎだよ。え、僕はじいちゃんのために。まあまあ、チューリー、たくめ。誰かのためか。僕たち後輩バーストリンカーのこと一番考えてくれてたのってアキラさんですよね。そうだな。アキラはレジェンド級エネミー青龍の無限 EK による封印に陥って以降、通常フィールドでずっと用心棒として低レベルのバーストリンカーたちの育成に一役買ってくれていた。アキラ、まだ見つかっていない最後の一人、アクアカレントのことだよな。はい、なのです。先ほどの話から推測するに、アキネーが関わってる可能性が高いのです。アクアさん、アキラさん、タク、誰だっけその人。え、タクムくん、チユリくん、一体どうしたんだ。二人とも大切な仲間を忘れちゃったの。おいおい、おめえらのレギオンの先輩だろ。あ、これはまさかなのです。アクアさんのメモリリーク。何なんだそれは。なるほど、自分に関する記憶を一時的に消すか。なんだか想像つかないね。アキラさんが理由もなく仲間にあの新技をかけるなんて考えられませんよ。きっと何か理由があるんです。ねえねえ、あの二人、タクムとチユリはどうして席を外させているの。メモリーリークは消すというよりもロックをかけているだけ。無理にロックされた情報を伝えると精神的な負荷をかけることがあるからですよ。なるほど。オール、私の家庭行ってもいい。おう、パド、教えてくれ。アキラはこの ALO にはもういないふりをしたいんだと思う。彼女はこの世界で七王の誰か、おそらくパープルソーンと戦い、そして敗れた。もしくは勝てないと判断し、敗れたふりをした。紫の王が、アキラがいないことで安心している隙を狙っていると考える。
自分が生きているという事実を完全に消すために一緒にいたチーとタクの記憶をロックした。どう？確かにそれは筋が通っているな。はい、なのです。アキネーがまさに考えそうなのです。なるほどな。じゃあ俺たちも何も知らないふりをしておけばいいんだな。イエス。わかった。じゃあそれを念頭に置きつつオアシスの島を目指そうぜ。この感じは水？どこかにオアシスがあるのかしら。アスナ、どうしたんだ？私はウンディーネだから水辺や水に関するものが近くにあるのを感知することができるんだ。なるほど。妖精の種族ごとの特徴というやつか。正確な場所まではわからないけど、かなり純度の高い水が混じってる。そのお出迎えか。キリト君、さっき通ってきたワープゾーンが消えちゃったよ。こいつを倒さねえと戻りも進めもしねえってわけか。とっとと片付けちまおうぜ。悪くない結果だ。よっしゃー、ビクトリー。うるさいですよアッシュ。見て、新たなワープゾーンが出現したよ。今のボスが守っていたんですね。オアシスの島へのワープポイントでしょうか。みんな、ソーンとの戦いは近いぞ。気を引き締めていこう。見つけた！ついに見つけた！この声は？憎い、
憎いロータス、パープルソーン。こいつは殉職の七王の一人、パープルソーンです。こいつもゴーストでいいんだよな。おそらくそうでしょう。おお、ハートがビートするぜ、ソウルがシャウトするぜ。相棒、たぎってるじゃねえか。おうよ、なんかよ、あの女を見た途端俺の全身がビシビシッと電流走ったみたいでよ。うるさいですよ、アッシュ。おお、ありゃ、これ本当に電流 なのか。その身に受けるがいい。この世界でさらに強化された私の電流を、そしてブラックロータスともども感電死するがいい。はあ、先輩、ものすごい威力と範囲ね。こんなの何度も食らったら全員やられちゃうよ。でもあの女の人の周りには常に電力のバリアみたいなのが漂ってるみたい。これじゃ近づけないよ。どう？この世界では私の真意の力がさらに増してるみたいなんだよ。真意の力が増してるだと？そんなことありませんよ。基本向こうと真意の定義は何も変わらないはずです。いや、単純な話だぜ。あいつはゴースト。基本的な思考回路は元の人間をベースにしてるが、本能を抑制する部分までは制御できるわけがね。なるほど。真意技は願いや恨み、強い気持ちが仮想世界の事象を上書きする。ソーンのロータスへの強い気持ちが本物よりも抑止力の働かない状態になった。つまりは情動に拍車がかかり、結果的に新技が強化されてしまったということね。何をごちゃごちゃ言っている。すでにこの放電技に唯一対抗できるお前たちの仲間は私が殺した。お前たちに私に抵抗できる術はもはやない。クロー、行くぞ。我々の仲間を信じるんだ。 はい。死ねえロータス、ライダーの恨みここで晴らしてやる。もう少し耐えるんだクロー。はい、先輩。よくやったなの。あとはもう大丈夫なの。この声は、な、貴様は。ハル君もサッチも注意をそらしてくれて助かったなの。メイルストロム。私の放電の結界が。アクアカレント、なぜお前が。私が仕留めたはず。やられたふりをしていただけなの。あなたの放電を防げるのは私の純粋だけなのが分かっていたから、あなたを倒す絶好の機会まで姿を消していただけなの。よし、放電の力が弱まったよ。奴が体勢を崩している間に一気に畳みかけるぞ。まさかアクアカレント生きていたのか。透明になるなら得意なの。甘い。そこ全力で行くよ。よし、本気で行くの。ケイ、そうだな。レンネ、お帰りなのです。お帰り、カレ。これでこっちも全員勢揃いです。キッドさん。ああ、心なしかネガビのみんなの動きが良くなったな。当然なの。これで決める。ああ、
行っちゃうよ。私の愛しい人、レッドライダーの仇、ブラックロータス。今さら否定も言い逃れもするつもりはない。だがお前に負けるわけにはいかない。チェイ、チェイ、これで大丈夫？手間をかけたら行っちゃうよ。チェイ、これで決める。チェイ、友ども、すべて葬り去ってやるわ。来るぞ、新技だ。みんな、注意しろ。ああ、覚悟しろ。それ、ルリは気持ちいいかな。チェイ、この程度行っちゃうよ。チェイ、覚悟しろ。チェイ、危ないな。チェイ、モードグリーン。チェイ、そこ、スターマンじゃないわよ。ちょっと待て。うわー、ルリは禁物よ。回復するよ。ライダーに続いてこの私をも殺すのか。ブラックロッド、倒した。今回も殉職のオーブがゲットできたな。名前はオーロラオーバルか。アキラ、みんなただいまなの。おかえりアキラ。私と同じでいつものカワウソアバターじゃない。この世界だとそうみたいなの。あなたは。チーとタク君には迷惑かけたなの。今から封印を解くの。メモリーフリー。あ、アキラさん、無事だったんですね。よかった。そっか、思い出してきた。私たちは3人で紫の王と戦って負けそうになって一旦逃げたんだ。ソーンの技に対抗するには隙をついて純粋の力を使うしかなかった。2人は手伝ってくれると言ったけど、一か八かの賭けに巻き込むわけにはいかなかったの。愛し、それで2人の記憶にロックをかけて逃がした。それでその後イエローレディオに捕まっちゃったんだけどね。それは踏んだり蹴ったりなの。2人が無事でよかったの。みんなも混乱させてしまったの。悪かったの。いや、構わんさ。むしろタクム君とキユリ君の記憶がロックされていることに気づけてよかった。アキラがどこかで仕掛けてくることの心構えができたからな。はい、ベストタイミングでしたよね、さっきの。みんなの行動はこっそりと見ていたなの。 ALO の妖精キリトたち、私はアクアカレント、これからよろしくなの。ああ、よろしく。これで両者ともに全員勢ぞろいだな。はい。よし、一旦町に戻って体勢を整えよう。これで目的の一つは達せられた。あとはエリアを解放していき、あの塔までたどり着き、皆で力を合わせてバベルの操るモンスターを倒し、ユイを助け出す。そうですね。ちょっと待ってくれる？その前に少し確認してもいいかな。アスナ、さっきの紫の王の発言、ブラックロータスが彼女の恋人を殺したって、あれってどういう意味なの？もちろんあなたたちを悪い人だとは思わないけど、ゲームで生き死にの話を聞くとちょっと不安になっちゃうから。アスナ、あれは。しもべたち、話は後です。近くに気配を感じます。も、
もしかして例の凶悪な存在ってやつが。なるほど、このプレッシャー、情報圧、もう疑うべくもないってか。そんな、まさか。どういうことだ、ちゃんと説明してくれ。確かめなくちゃ、それが本当にそうなのかを。行きましょう。おい、晴れ行き。なんでお前がまたこんなところで出てくるんだよ。クロムディザスター。なんなのこいつ。こいつもバーストリンカーなの。それにしても春雪さんたちと格好が違いすぎませんか。まがまがしいというか。だな、邪悪さで言えばバベルよりも上な気がするぜ。こいつがダンジョンのモブを倒しまくった凶悪なやつ。なるほど、だから私も一人でボスの元までたどり着けたんだね。黒雪さんたち、この人のこと知ってたの？待て、アスナ、落ち着いてくれ。私たちは別に悪意があってこのことを隠してきたわけじゃない。それは分かってるよ。でもちょっと隠し事が多すぎるんじゃないかな。どうしてまたこんなところにいるんだよ。お前はもう元の鎧に戻ってあの小屋で眠り続けてたはずなのに。ちくしょう、ちくしょう。おいおい、みんな好き勝手言ってねえか。こういう時こそまとまらねえとまずいだろ。ああ、今は戦うしかない。撤退は不可能だ。なんでお前はまた目覚めたんだよ。静かに眠っていればよかったのに。まだお前の怒りの衝動は収まらないのか。もうやだよ、こいつと戦うのは。怒りに身を委ねちゃダメだってこと、僕が教えてやる。ここに再び現れた最下の鎧、これは何か裏がありそうね。この破壊力、この攻撃性、強いのです。これはさすがに予想できなかったの。まさかまたてめえと戦うとはね。とことんついてねえぜ。私の本能が言ってる、こいつは危険。へいへい、ベリーストロングでアグレッシブな野郎、そいつは言うじゃねえ。俺様だ。
まさか倒したわけじゃないよな。はあ、残念だがあいつは実力の半分も出しちゃいない。ムカつく話だが、戦いに飽きたとかそういうこったろうぜ。バベルが言ってた凶悪な存在というのはクロムディザスターで間違いないみたいね。ただサイカの鎧は封印されていたはずなのです。なぜ出てきたのでしょうか。わかりません。七王のようなゴーストデータならまだいいのですが。あいつから伝わるマガマガしいまでの負の感情は本物のサイカの鎧に宿る魂そのものだ。僕は何度もあいつとぶつかってきた。だからわかる。ハルユキ君、あのアスナ、すまない。すべてを言わなかったことは詫びよう。ううん、そんなつもりじゃないの。仮想世界なんだし、リアルの言いたくないことだってあると思うよ。でも今回みたいに目的を達成するために必要な情報であればできるだけ教えてほしいって思う。ああ、その通りだな。とりあえず町に戻ろう。これまでの経過と情報共有もしておきたい。レインとアキラも合流してくれたことだしな。うん、そうだね。戻ったか、愛しい我が同胞。今回は様子見、それでよい。ああ、そうだ。悲しみの轍はここで断ち切らねばならぬ。貴様自身の悲劇の連鎖をもここで終わらせるため、しばしわらわと共に行動することを許せ。ああ、その通りだ。あと少しの辛抱だ。あと少しで神々の黄昏が始まる。アスナ、帰ったぞ。おかえり、キリト君。どうした？最近キリト君におかえりっていうことが増えたなって。現実でもね。そうだな。ユイはどこに行ったんだ？ああ、今日は湖で魚を釣るって言ってたよ。そろそろ帰ってくると思うんだけど。最近あいつ釣りにハマってるのか。パパに似たのかしら。そうかもな。